本当にここまでやってくるとはな。あのね、自分が何しようとしてるか考えてみなさいよ。来るしかないでしょうが。理不尽が憎いのはわかる。だがルイ、ここまでするのはなぜだ。お前がエルダ族で焼き打ちを味わったからか。これは復讐なのか。復讐？くだらん。そんなことをしてどうなる。一つの種族の全てを嫌い、根絶やしにしようなど、犠牲者だけの咎ではない。社会全てによる悪徳だ。顔の見える数人の首だけ跳ねて留飲を下げるなど、まさしく理不尽。そやつらのしたことと同じではない。ならどうしてだ。ためらいもなく全国民を巻き込むなど、復讐以外に何がそこまでさせる。確かに私は古戦郷の生まれだ。しかし私はあの里が好きではない。エルダ族は全ての真実を知りながら隠れて暮らしてきた。掟のように扉を閉ざし続ける種族、私はそれを変えたかった。そんな時だ、里の外から一人の男が訪ねてきた。他でもない、お前の父親だ。それって、奴はなんと王族でありながら全ての種族が等しく手を取ることを夢見る理想家で、里に伝わる不都合な歴史観を何も拒まない。幼き日の私は初めて夢を抱いた。外の世界にもこんな者たちがいるのか。なら我らはもう隠れることをやめていいのではないかと。あのほの暗い森を出て開けた土地で広い空を眺めて暮らしたい。そう思った。だが、その後古戦郷に何が起きたかは言わずとも知っているな。踏みにじられ、火が放たれた。聖教の僧兵団とフォーデンに牛耳られた軍の兵士らによって大勢の同胞が何が起きたかもわからぬまま炭になっていた。幼子だった私はなすすべもなく、壁のような炎にただ震えている。誰が憎いだの、何が悔しいだの、そんな次元の出来事ではない。ただただその圧倒的な理不尽、身勝手な蹂躙、これを二度と繰り返させてはならない。その一念だけがこの身に灯す。なんという、故に命に代えてもこの国を衛生の公平の地にするため、人々皆が王爵に押し付けてきた不安を全て返して問い直す。自らの責任を他人に負わせる卑怯は一切まかりならん。そんなことが決してできぬ世界の創造、それこそ我が王の魔法だ。あんたの冷血の根っこを初めて聞けたぜ。悪いが、なおさら絶対に止めるしかない。ルイ、お前が目指すその国は悪が許されない国じゃない。悪という概念すら失った獣の国だ。人の国じゃない。お前は結局今も囚われてるんだ。故郷が炎に包まれた夜にな。誰も信じていない。だから世界と決別する未来しか描けない。自分自身のその不安と向き合えない限り、お前はお前自身が否定してきた者たちと同じだ。いいだろう。元より力の秩序を掲げる私だ。貴様らを葬り、力で理想を実現するのもアーキタイプ、お前たちだけの力ではないぞ。王爵を得たこのルイに王者の力が操れぬはずもない。なんだと。お前たちのまだ知らぬ秘王を見せてやる。
互いの目指す世界をかけた勝負だ。今この国に渦巻くかつてない不安、全て我が新世界の礎としてやる。なすすべもなく見ているがいい。行くぞ。あなたの理想のために必ず倒そう。合わせてくれ。この力を強化する。ありがとう。正義のために。はぁ、さあ、ぶっ飛ばす。この力で私が潰してやる。切り裂く。さあ観念せよ、ワンロード。これで備える。頼りにしてる。助かったわ。ありがたい。くらえ。苦し紛れだな。受けるがいい。逃げ回ってどうなる。やるわね、ストロール。協力頼む。やろう。これで終わりだ。ドイツからぶちのき。やるぜ。潰れろ。王道、一緒に行こう。頼んだぞ。いっけなど恐れない。だが どうやら俺たちの勝ちだな。今の私をなお上回るか。王爵に集まるマグラが予想以上に減っている。やはり貴様たちだけは侮れんな。だがあの日決めたのだ。たとえ歴史に破壊の音書き残されようとも、この世の理不尽を終わりにすると。何を。このルイの慢心であった。身を切ってでも死力を尽くさねばお前たちに引導を渡せぬようだ。近寄れ、凄ましい魔力だ。我が理想の邪魔はさせん。待て。奴の凱旋者か。まだ王爵はルイが持ったままよ。時間を稼がれると何してくるか。クソが、これじゃ王に追えねえ。もう地上へ戻って立て直す時間はない。夜が明けるまでに何としても奪い返す。凱旋者め。ああ知ってる。終えるか。無理言うな。とも言ってらんねえか。帰り道のために取っといた余力で飛ぶしかねえ。腹をくくってもらうぜ。
急いで乗れ、すぐに。あそこ見て、敵が。こんな時に。待って、数すごいことになってない？どっからあんな。足止めでしょうよ。V らしくねえが、今度ばかりはなりふり構っていられねえらしい。待て待て、こっちはもうズタボロなんだ。そんなすぐには離陸できねえぞ。どうしましょう。先に外戦車に乗っていろ。俺たちで離陸までの時間を稼ぐ。了解した。理解が早くて助かる。心配するな。準備してる間に蹴散らせばいいだけのことだ。みんなもそれでいいな。まあ、付き合ってあげるわ。誰も言わなければ私が同じことを言ったさ。つうか飛ぶ準備の間全員ボサッと中にいても無駄だしよ。ニューラス頼んだぞ。了解だ師匠。どんな落ちていっか。さてやるか。守りきるぞ。なんとかしのぐぞ。さっぱりわからん。だがもう嫌いってわけじゃない。行くぞ。おお前らのおかげだ。生きてからまた会おうぞ。
よ。行くぜ。全てを失いながらもなおここまでたどり着くか、その無謀さ少し憧れるな。だがお前は私を拒んだ。私も王爵をくれてやるわけにはいかぬ。もはや雌雄を決しなければなるまい。最後に聞こう、お前は私を止めたいのか、それとも王になりたいのか、本音はどちらだ。必ず王になる。ふん、面白い。綺麗事をこねず純粋にこの類を超えようというわけか。しかしそれも今やせんなきこと。我が力は完全になった。今こそ嘘にまみれた夢もろともこの手で葬ってやる。王家の血筋もアーキタイプもここに途絶える。夜明けとともに新しい時代が訪れるのだ。さっきから聞いてれば、何が新しい時代よ。彼の何がわかんの。あんたなんか壊してるだけじゃない。あんたは夢を信じられない。だから地道なこと、複雑なこと、ゆっくりとしか変わらないことを信じられない。それで全部諦めますってだけじゃないの。あんたなんかに絶対負けない。あんたなんか次の世界に逃げ出したいだけの臆病者よ。もはや言葉は役割を終えたようだ。是非もなし。私はお前に島では望んでいない。改めて受け、我が新世界にふさわしい姿となるがいい。ほう、もはや瞬時には消えません。ではさらにマグラをくれてやる。あの時の
何？覚めたか？僕が君を呼び寄せた。間一髪さ。自分が何をしたか覚えているかい？確か自分の心臓を。まったく驚きだ。術を逃れるためとはいえあんな手に出るとは。私が救っていなければ本当に死んでいたぞ。だが安心していい。もう君は危険な目には合わない。ここはあんな地獄とは全く別世界さ。初めて会った時のことを覚えているかい？この場所が世界のどこなのか、いずれ君が旅で手がかりを見つけ出すに違いない。そう思っていた。でもね、それは間違いだったんだ。ここはね、この世のどこでもなかったんだよ。いや、この言い方は正しくないな。ここは現実と幻想の狭間だ。つまり我々が今まで過ごしてきた世界こそ幻想。旅は全て幻だったということだ。幻？あの世界には絶望しかない。もう良くはならない。もがきの地獄が待っているだけだ。私は理想世界を作り出せると信じてきた。思いさえあればいつかそれを成し遂げる者が現れると。しかしそれも間違いだったことに気がついた。幻想はやはり幻想のままだったんだ。だがそれはあの世界でのことでしかない。本当の現実はあんな動乱の地獄じゃない。というよりそこは君もよく知っている景色さ。すでに知っているはずだ。文字を通じてね。さあ、見たまえ。これは…そうだ、僕が表した小説に描かれた世界。君が今まで幻想と思っていた世界こそ現実なんだ。あの世界は全て幻想だ。小説の中の世界が現実。よく知っているだろう。ここには危険な魔法も歪んだ差別も存在しない。さあ、あとは君が今までの全てを幻想に過ぎなかったと認め、ここから踏み出せばこの現実の住人になれる。革命の旅などひとときの夢物語だったのさ。僕と共に現実へと帰ろう。他のみんなはどうなるんだ？何も心配しなくていい。ここを現実だと認めさえすればみんな助かるのさ。あの世界はもう変われない。転機となるはずだった王の魔法も全て無駄に終わった。結局民衆が選ぼうとしているのは
変化じゃない。増していく自分の不安を押し付けていられる相手。ただそれだけだ。ルイが終わらせようと考えたのも無理はない。そんな哀れな世界が現実でいいはずがないだろう。だとしても諦めたくない。ねえ、気づいて。え？やれやれ、まだ信じられないという顔だね。でも考えてごらん。不安を燃料にして何でも叶えてしまう力、魔法、そんなものあると思うかい？幻だったのさ、すべてね。アカデメイアに異質な品々があったのも現実へとつながる場所だったからだ。もうすべて消えてしまったけどね。それでも僕の言葉を信じないっていうのか？どうしてだ？ここは現実なんかじゃない。どうしてだ？勝ち目のないあんな戦いに何の未練がある？現に君は私が救わなければ死んでいたんだぞ。報われない正義感で恐れや不安を追うな。全て幻だったんだ。それでいいじゃないか。この場所こそ普遍の現実。現実は変えられないものだ。だからここにいよう。小説に描かれたこの理想郷に。ここは理想郷じゃない。君は否定するのか？小説に描かれていた世界は理想郷ではないと。この世に初めて生まれた魔法は音楽なのよ。どう？乗ってきたでしょ。あの旅も仲間たちも絶対に幻なんかじゃない。なぜわからない。僕は君を死なせたくないんだ。もう何も失いたくない。僕、いや、私は、そうか、そういうことか。思い出したぞ。やはり私は失ったんだ。理想を夢見たにもかかわらず全てを失った。アカデメイア、愛した女性、ただ一人の我が子すらも現実は重い。まして世界など到底変えられない。だから私はもはや撃たれることを望んだのだ。あなたは誰なんだ？私か。お前にわかるように名乗るならば、我がユトロダイウス五世、この国の王であったものだ。確かにその半身といったところか。お前がかつて王子の半身として別の姿であったのとまさに同じ魔法だ。そしてここは確かに現実ではない。お前が持つ本の中で私を訪ねる本、その本であったのもそのためだ。この若い姿もかつて古戦郷を初めて訪れた頃のも切り捨てられた理想の残滓、それが私のようだ。あの頃の私は理想に燃えていた。無限とも思える長い年月、繰り返されてきた争いや差別を本気で消せると思っていた。だが世界という途方もない無理解と理不尽、私は打ちのめされた。ルイはおそらくそうなのであろう。私はあの絶望からお前を救いたい。今ならばわかる。おそらくこれは父親としての情だ。我が子を二度も失いたくない。ここに少なくともお前は助かる。
それでもここを出て変えられぬ現実に命がけで立ち向かうというのだな。勝負はまだわからない。ルイに今まさに敗れようとしているお前自身こそ現実を変えられぬという証ではないか。お前の命をあんな男にくれてやるわけにはいかん。止めねばならん。憎まれようともだ。現実を教えてやろう。お前を夢という甘い呪いから救うためにな。いつか一緒に旅をする、あの約束も叶わぬ夢、アーキタイプは世界を変えようとした英雄の力。その力を極めたお前でもルイにはかなわなかった。小説にしたためた理想も妻の死をもって砕かれたも、夢などにうつつを抜かしみすみす命を捨てるのはよせ。やってみないとわからない。理想が破滅を招くとなぜわからない。お前だけは生き残らなければならないんだ。あの世界で理想郷は作れない。現実を受け入れろ我が息子よ。行くぞ。王道プリンス。恥ずかしくないプリンス。タッチキル。あくまで現実世界で抗おうというのか。お前のために書いた小説が甘い理想を抱かせたのだな。私の過ちが命を縮める劇薬になろうとは。ならばその万有父として止めるほかあるまい。なぜだ。王者の魂をここに。たひれ魔力、残った。幻想の物語の中にこそ理想はある。理想郷を夢見たお前に否定する理由などないはずだ。王道プリンス。かあ、まだ耐える。なぜだ。私の一番の読者であるお前なら理解できると。なぜだ。かあ、なぜわからない。これで何、理想へと邁進する真の力なのか。共に夢を叶えたいとは言ったが皮肉なものだ。なんという力、わずかの間にアーキタイプをこれほど。そこまでお前を突き動かす原動力は何なのだ。今戻っても志半ばで犬死にするだけだというのに。諦めたくない。あなたのようには。諦める？私が自ら諦めていると？理想を癌として捨てぬその覚悟、ここに閉じこもった私とは違うというのか。その力、まさか。お前はどんな時も諦めなかった。あらゆる壁を乗り越え、あまたの英雄像を集め繋いできた。それがついに三つの国、八つの種族、そして人間、分かたれたあらゆる英雄たちの力を束ねし、究極の力、アーキタイプの王、キングのアーキタイプに今こそ至ろうというのか。聞こえるか。おい、起きろ。起きろ。なんと、お前を呼ぶ声がここまで。お前はお前だけの意志で動いているわけではないんだな。仲間たちがいるんだ。お前を支える者たちの意志、それぞれの道をなさんとする力。そうか、
それらすべてがお前の力の源だというのだな。不安と向き合うことを忘れれば魔法は滅びを招く。その戒めは滅亡戦争以前にも知られていたという。だが歴史は知っての通り、アーキタイプとは破滅を防げなかった古き人間たちが残した願いなのかもしれんな。今度こそ滅びの未来を作り変えよと。やってみたいんだ、自分がどこまでできるのか。なるほど。現実がいかに変えがたいとしても、自分が何を成し得るのかさえまだ分からぬというわけか。そうか、私が想像し得なかった物語の先を描けるというのなら止めはせぬ。現実へ戻ればもはや幻であるここは消えるだろう。私自身も例外ではない。お前と違って帰るべき半身もないからな。だが私がお前の父の掲げた理想だというのは、消えゆく前に託そう。モアとしてではなく不王としての生き様の力をな。そういえばよく来たね。残念だが、ありがとう。聞いてくれ、つまり、だが、ああ、いいか。だが、この国を任せたよ。今はまだないものを信じることに価値があること。幻想が現実を塗り替えることを私の代わりに示してくれ。では行くがいい、新たな王よ。無事なのか。よかった。まあ拙者たちが無事だったのかなどとお主からすれば滑稽かもな。ちげえねえ、ユーラスのやつが落ちてく俺らをボロボロの凱旋車でかっさらってくれてな。あと藍染めの羽が思ったより使い物になったというのも大きい。二度とやらん。体の傷ならもう塞がっていますよ。驚きました、みるみる自然に癒えたんです。
きっと応援してくれる人たちの願いの力よ。ルイにされたのと逆の魔法が起きたんだわ。何？なぜだ？まだ立ち上がってくるというのか？何がそこまでさせる？ルイ、この世に理不尽は確かにある。お前の全てが間違いだとは悔しいが言い切れない。だが武力を持ち出すのは勝手な諦めだ。そこから未来は生まれない。恐れと不安にあがくことで初めて生まれる力や未来があると私は信じる。まあ新さんをなめたお主には信じるなど馬鹿げて見えるかもな。よくわかる。だがな、信じることを投げ出しても先に待つのは緩やかな破滅だけだ。でも私、変われるって信じてる。歌なんて信じることの塊みたいな行為よ。なのにあなたも私の歌に魅せられたでしょ。命を差し出すために生きていた私でさえ、一つの出会いで全てが変わりました。今はまだないものを恐れずに望むこと、できると信じること、それこそがきっと魔法なんです。ルイ、大勢があんたを支持するのもそんな望みを託すからだ。なのに当のあんたが壊すのか？あんた本当は怖いんじゃないの？自分が捨てたものこそが希望だった、そう認めちまうことがよ。ルイ、私たち妖精の祖先が古戦郷に身を寄せたのはイルダ族に人間に憧れたからなのよ。まだどこにもない幻想さえみんなで信じ合って現実にしちゃう、それが人のすごいところ。それを全部否定してなくてもいい世界にしようなんて絶対間違ってるんだから。愚かな、そんな絵空ごとを誰が世界に保証しようというのだ。理不尽は繰り返させぬ、二度とな。今までの力とは違う。これはマグラの暴走。ルイ自身が人間に。みんなやるぞ。こればっかりは実際に証明してみせるしかない。これが最後の戦いよ。世界は再び終わり、作り直されなければならない。我が理想の前に倒れるがいい。私たちの世界のために絶対に勝つわよ。よし、やるぞ。力を合わせて。これで備える。頼りにしてる。正義のためにこの力なら。切り捨てる。
同化する。ありがとう。助かったわ。ありがたい。正義、覚悟はいいか。どう？食らってこそ世の理不尽は洗い流される。さあ尊き贄となれ。新時代の贄となれ。何、人、人追い込もうとしてるの？この人形すごいマグラを感じる。飲み込まれる前に攻撃して阻止して。この力で歯切れ魔力。やった人形のマグロが散っていくわ。俺一つで勝負。合わせてくれ。やろう。しまいだ。正義のために合わせていくぞ。切り捨てる。攻撃、綺麗に入ったね。これに続きな。スロールもやるじゃない。この力を。あれ、すごい一撃ね、バジリオ。理想の守る軍人プリンス。貴様らはこれで奥義。力を合わせて。極炎。さてどう。悪はただ。どう。
きやれろ。ただあがくな。貴様の幻想など何の意味も持たない。見せてやろう。やろう。氷結。今後を頼む。最善を悪はただ。切り捨てる。これ好き。理想の世界。まだだ。終わらせはしない。見えとなれ、風となれ、弱き者、民草。明らかにマグラが暴走しています。これじゃいかにルイでも正気なんて。結局奴も自分自身の不安からは逃れられなかったってことだ。なら遠慮はいらねえ。野郎の言い分じゃそういう奴は滅ぶべきなんだよな。奴が恐れた我らの力、見せる時だ。何も信じない、誰も頼らない、そんな哀れな理想の終焉よ。ルイ・グイアベル、ここにお前を撃つ。さあやるよ。最後の号令をお願い。みんな行くぞ。本当にこれが最後だよ。ここまで来て負けるわけにはいかない。合わせてくれ。頼んだよ。強化する。セルヤ、殺力の敵に弱点を追加。この力で撃撃いけるよ。今日は号令ウォールロード。これで備える。頼りにしてる。助かった。ありがたい。ファイター、切り捨てる。入ったね。一緒に探ろうぜ。やれ。後のことは知らねえ。頼んだよ。強化する。
わせてもらう。すまない。幻想が世界を作るなどあってはならない。世界は間違いだという我らの意志をぶつけてやれ。理想を貫け。それこそが王の使命だ。英雄王たちの力、ただ追いかけただけじゃ終われないでしょ。今こそあんた自身がそうなる前よ。幻想だ、まやかしだ。何？どうなっているの？
を変える力だ。宗教と全ての英雄を白示す主、王という英雄のアーキタイプ。なるほど。幻想こそが人々を不安から解き放ち、行き詰まった現実を変える力となったか。神は我が息子を選んだ。途方もない賭けはなんと実を結んだようだ。私の役目もここまでか。これであなたが情熱を持って書いた小説の続きが綴られていくでしょう。この声はまさかお前なのか。なんということだ。古戦郷が焼き討ちにさらされた時、私は自身に術をかけ、妖精の中で精神だけの存在として生き残る道を選びました。過酷な定めを生きることになったあの子に、いつか導きが必要となった時、それが果たされるようにと。ではアーキタイプの力はお前の？いいえ、私は気づきを与えたにすぎません。届けたのは声だけ。あの力は特別なんかじゃない。世界を変える意志を持つ者なら誰にでも備わるものです。つまり誰にだって世界を変えられるということ。それをあの子たちが証明してくれました。ましてやあの子は今やこの大陸に残る全てのドラゴンをも征服してみせた勇士。ドラゴンとは人にとっての不可能の具現化。それをも超えていける力と意志があの子にはある。そうか、もはや私が手を取ってやらねばならぬ弱き幼子ではないのだな。本当にすまなかった。権力は奪われ、エルダの里は焼かれ、お前を失った。さらに我が子も襲われ、もはや希望がなかった。それで私は王の魔法に全てを託したのだ。この世界が彼を選ぶならまだ望みがあると信じて。これでいいのです。あの子の、そして私たちの戦いはようやく終わったの。誰かに不安を預ける王の魔法も王爵ももう必要ない。本来人は自分で力を生み出してきたんです。不安こそを力とし、未知への歩みをやめない限り現実は変わり続け、世界は可能性に満ちる。王位の継承などではない、真の王たる資格を持つ者による新たな時代の幕開けだ。そろそろ約束の時だ。新たなる王が定まる日、そして我が命脈が本当に終わる日だ。だが
我が子を祝い、そなたと共に下る冥府ならば憂いなどない。長い旅だったわね。そうだな。そしてここからあの子の旅が始まる。王国のあらゆる民に告ぐ定めの夜明けである。気がすったな。いよいよ秦王の大発表か。長きにわたり争われた王位の継ぎ手、その苛烈なる争いにおいて民の信託を最も集めし者、玉座の新たなる主、その顔を今こそ示そう。この者こそ連合王国の新たなる王である。王都に再び静寂が訪れ、新しい王の戴冠日がやってきた。緊張してるのか。今までの窮地に比べれば怖がることじゃないだろ。おや、別に緊張してないけど。そうか、相変わらずの度胸だな。気を抜きすぎるなよ、王子殿下。いや、もうそうは呼べなくなるのか。陛下でしょうかね。そういや、さっき元老院だかの連中見かけたぞ。たく、前から味方でしたみてえな顔よ。調子だぜ。支持してくれてるだけいいんじゃない。国民の中にはまだ納得してない人もいるわけだし、国務を遂行できるか心配する声も多いと聞きます。まあ実際私自身もちょっと心配ですけど。壇上ではジュナが司会役を、陛下には
簡潔に答えていただくだけの予定です。王国をどのように導きたいのか。陛下はまずどんな言葉で語られますか？世界は必ず変わっていける。未熟だけど、みんなとできる限りのことをやっていきたい。それでいいんじゃないか。ペラペラと喋るより決意が伝わることが大事だ。でも会場にはあなたを支持しなかった人も大勢来てるわ。そういう人たちにはどう答えるき？信頼を積み重ねるしかない。たとえ誰であれ、未来に希望が持てるように。無名からのし上がっててっぺん取ったんだ。今さら無理に気取らなくたって大丈夫だろう。君主は堂々とさえしていればそれでいい。我らがついてる。そうだな。実務だってまあ一通りはやってみたし、こなしてみせるさ。さて、そろそろ顔見せの時間だ。気を引き締めよう。頑張ってね。いつもありがとう。じゃあ行こう。新王様。国に導かれますか？落ち着いて、あなた自身の言葉でいいのよ。自分はまだ未熟だ。何をなせるのかは分からない。でも世界は変われるってことを信じてる。立ち向かうよ、どんな難題でもね。これも教えて。国にはあなたをついに支持しなかった人もいるわ。そんな声にはどう答えるの？失望させてしまうことはきっとある。結果を積み重ねるしかない。でもたとえ王を好きになれない人でも自分の未来は信じていられる。そんな国にしたい。夢や幻想を信じていられる国、大層難題ですね。必ずできるさ。言うじゃない。もしもできたら最高の王様だわ。それじゃ、いよいよご注目よ。ひざまずかれるべき主はおりません。どうぞ御自らの指にて王冠。ついに望んでいた日が訪れた。旅の果て、彼は英雄の良き心を知り、民に望まれる王となった。だが、新たな旅は始まったばかり。まだしばし、彼の行く末を見守ってほしい。
新王が誕生してから1年の月日が過ぎた。聞いたか、閉鎖されてた魔法学院、いよいよ再開されたらしいぞ。本当か。確かモンタリオの偉い山奥だろ。よく1年でこぎつけたな。今じゃすっかり参道まで整備されてるらしい。しかも聞いて驚け、学院長はなんとジュナ様だそうだ。歌姫のか。あの人は今やルイの事変から世界を守った王の六本槍の王一人だからな。ありえんことじゃない。これからは亡きフォーデン芸家が制限していた魔法の研究を国民に全面的に解放するそうだ。まあ去年の陛下とルイの戦いで魔導器なんかなくても魔法は使えるってことがみんなに知れ渡っちまってからな。他にも王宮にうちら聖教の息がかからなくなったことで上から下まで驚きの連続さ。騎士団なんか聖教府とズブズブだった前団長が一発更迭。しかも後任は灰座面のオクトゥール様と来た。信じられるか。騎士団の総団長が有事不足だぞ。けどあの方も泣く子も黙る六本槍、誰も文句は言えない。議会も市民の代表が招かれるようになって今まで握りつぶされていた平民の声が届くようになった。お高く止まってた昔と比べると信じられんことだ。時代なんてあっという間に変わっちまうもんだな。正直あの若い王様のおかげかもしれん。去年の戴冠式覚えてるか。全員違う種族の英雄たちが同じ一人の王の誕生を民と祝った前代未聞の即位礼。若い世代の上流人たちの中にはあの出来事を大いなる和解なんて呼ぶ連中もいるそうだ。前の陛下は殺されちまって不憫だったが、息子がこれなら無念ばかりでもないだろう。そうだな。けど進化を問われるのはこれからさ。1年目は上出来でもまだまだこの国は問題だらけだ。そういやその王様なんだがな、なんかそっくりの少年がその辺歩き回ってるのを見たってやつが結構いてな。いやそりゃないだろ、お供もなしでか。大体王様がこんなところに用事あるかよ。だよな。からのお願いばかりが山のようだ。何日かかるんだこれは。政治が苦手で家を出たのにな。まあ今やお主は家一番の出世頭、諦めろ。それにしても思ったより混乱のない一年でしたね。正直王爵の消滅で不安が広がって国は荒れるかと。ルイに懲りて二度とごめんだと思ったのかもな。どうであれ揉め事を握りつぶさない気風が育ってきている。上々だ。おかげで陳情の数もこの通りだがな。はい王様、追加持ってきたよ。よいしょっと。肝心の王様いないし。いつの間に。離れる時は一声をとあれほど。うわ、飾ったなりは未だになれん。ルイやフォーデンはよくあんな服で過ごしていたな。おい陛下いるか。ジュナが視察から戻ったぞ。すまんストロール、すぐに探してくる。待って、私も行く。超得は相変わらずね。安心しちゃった。
それぞれ立場は変わっても肝心のあいつが変わってないからな。聖教の連中相手につい喧嘩腰になっちまってよ。あいつら俺らのことずっと見下してやがったからな。けどよ、取りなしに入ってくれたのも聖教の連中でな。あいつらの中にもいろんな奴がいるんだな。考えてみれよ、連中も大教主がおっちんで聖女様までいなくなってつれえわな。剣やらが急になくなったわけじゃねえが、お前さんと話してると少しは分かり合える気がしてくるぜ。きっとそうなるはずだ。お前さんいいやつだな。仕事に困ってんならいつでも紹介してやっからな。また連れもなしでフラフラ来て町の本音ってやつは聞けたかい？あんたが王様だって言ったらみんな腰抜かすだろうね。けど悪いね、せっかく来てくれたのに。マリア今お使いに出ててね。じゃあ戻ってくるまで待とうかな。本気かい？寄り道してるかもしれないし結構かかるかもしれないよ。っていうかお忍びもほどほどにしないと、またいつもみたいにこの絵隊長様に。あ、いた！やっぱりここだった！もう！やはりこちらでしたか。噂をすれば、だ。お戻りを。というか、今日はジュナが遠征から戻るとお伝えしたはずです。仕方ないか。何です？ご用事でも？というか、出歩くなら私も同行します。よしなって。その格好で張り付かれちゃお忍びじゃなくなっちまうよ。うん、確かに。平気さ、そこいらの不届き者にやられる王様じゃないだろ。そうだ王様、マリアを見かけたら声をかけてやってくれよ。すれ違いになったって聞いたらあの子も残念があるからさ。では陛下、用が済んだらちゃんと王宮に戻ってきてくださいよ。あ、お兄ちゃん、じゃなかった。今は王様だもんね。あのね、ちょうどお父さんに報告してたんだ。いろいろあったけど、あれからみんなで頑張ってるよって。いつかの約束、自分は守れているかな。うん、悪い人をやっつけて町の人に笑顔が増えたよ。お父さんもきっと喜んでると思う。よかったね、マリアに言ってもらえると私も本当に嬉しい。私もね、できることから頑張ってみようと思うんだ。私ね、みんなに伝えたいんだ。誰かと手をつなげば世界はきっと変わるって。あれから何回もファビアンヌさんのご飯、お腹空いた人たちに食べてもらったんだよ。そこで自分の場所が分かったって人もいた。きっと私もそう。そうやってみんなで一緒に変わっていけば、王様とお父さんの夢にも近づくでしょ。私も何かお手伝いしたい。だってみんながニコニコ笑ってる国がいいから。ああ、
ぜひ頼むよ。一緒に頑張ろう。うん、ありがとう王様。ありがとう王様。ありがたいのはこっちだな。あの笑顔はこの国の明るい未来そのものだ。みんな久しぶり。元気してた？せっかくだし私もアルセスに挨拶をしておこうと思ってな。おい、あの方たちはもしかして。俺見ろ、人目を引いてるぞ。ゾロゾロいかんでもいいじゃねえか。たまには全員集合もよ。ジュナさん、地道に凱旋車で地べた走ってきたんすか？転移魔法あんだから迎えに王様呼びゃよかったのに。お前ないいのよ、私が国の様子を見て回りたかったの。都会と違って地方はまだ結構荒れてるわね。強化現象も残ってるし人間も相変わらず出るみたい。その都度兵を連れて乗り込んではいるが、遠方の声まで残らず拾うのはなかなか難しい。当たり前だけど、王様になったからって急に全部を見渡せるようになんかならないもんね。去年の俺と同じだな。結局世の中外出て足で稼がんとわからねえことだらけだ。1年前なら直接飛んでったとこだな。けどまあ今なら多少は留守にしても回るんじゃねえか。まあこうなる可能性も考えて準備くらいは進めている。とはいえまだ1年だ。君主の衛星が増えれば悪さを企む者はどうしても増える。お、いたいた、あそこだ。なあ、言ったろ、あれ王様だろ。さすがに目立ちすぎたか。よう王様。何がよう王様か貴様。落ち着け、秒で抜こうとするんじゃない。外へ繰り出してきたのはこっちだろう。王様、いつもありがとうね。あんたのおかげでだいぶ暮らしやすくなったぜ。いろいろあるけどさ、一緒に頑張っていきましょう。応援してるからさ。みんな応援してくれてる。なんか去年の景色が蘇ってくるね。そうだな、こういう声聞いてると思い出しちまうぜ、あの旅をな。何せドラゴンまで全部ぶっ倒して回ったからな。考えてみりゃよく生きてたな、お前。なかなか刺激的な無茶だったわね。竜神様を鎮めるために戦った時にはまさかあと4度も竜と戦うことになるなんて考えもしませんでした。同感だ。よもや竜殺しの称号をもらう日が来ようとは。人生何があるかわからん。大変だったが本当に楽しかったな。結構人が増えてきたね。そろそろ仕事に戻りましょう。ああ、すべきことはまだまだ山積みだ。それからほどなくの新年。ついていくんだって。そいつは楽しそうだが、旅となるとお忍びでその辺歩くのとはわけが違う。お前さんは民の期待を背負った国王様だ。
王様らしく王都にでんと構えとくって選択もあるぜ。できることをしたいんだ。それが国王らしくないなら地位にこだわりはない。ちょっと冗談でやめて相変わらずの肝っ玉だな。ま、言いたいことはわかるぜ。マグラや人間ってのは国に渦巻く不安そのものだ。ってことはそれがどこにどんくらいあんのか目で見て回れるわけだ。不安と向き合えねえまんまじゃ人が上を向けねえ。人が上向かねえんじゃ国や社会が上向くはずもねえ。だから確かめたい。それが君主として一番にすべきことだってとこか。それならそう言ってよね。もうこれはいいと思うぜ。楽しそうだしな。てかそれでこそ俺の知ってる我らが王様ってもんだ。となりゃ宮廷技師の俺も音もするしかねえよな。王族専用の凱旋車は俺にしか運転できねえしな。何せ国中のドラゴン征伐までやってのけた王様だ。ついていったら今度は何が見られんのかゾクゾクするぜ。伝説の旅路再びってやつだ。おいお前ら聞こえたか。王様勝手に話を進めるな。まったく。城を出るならお声がけをとあれほど言ったでしょう。まったく。ニューロス、あらかじめ呼んでたってこと？話が早いだろ。てかなんだよ、6本槍なのに2本だけじゃねえか。さすがに全員で払うわけにいくか。お、その口ぶりだと止めねえってことか。ヒュルケンベルグと話し合ってな。もしお前が行くと言い出したら止めるより俺たちもついていこうと決めた。本当にいいのか。ルイとの最後の戦いを思い出してな。あの時国のみんなは俺たちの理念や言い分だけを応援してくれたわけじゃない。今まさに頭上で怪物と戦っている、そんな姿を応援してくれたんだ。いつだって人は最後には体験や感情で物事を決める。正しくても仕組みが確かでも顔が見えない相手をいつまでも信じていられない。孤独を拭えない存在だ。だから世界をもう一度見てこようって考えには反対しない。顔が見える王になるために必要なことだろう。しかしこのように新年早々とは困った陛下であらせられる。全員集合とはいかなかったがまた一緒に行けて俺も嬉しいぜ。けど本当に大丈夫なの？将軍と近衛隊長が揃ってついてきちゃって。近衛が王に付き従うのはむしろ当然だ。それに私一人が不在なくらいでふぬける我が隊ではない。なんとかしてみせるさ。信じて人に任せる。俺たちこそが率先してやらなきゃな。みんなありがとう。なら出発だ。かの日、私の声を聞き答えたもうた人よ。幻想とは無力な作り物か。あの問いの答えはきっと誰もが生きている限り問われ続ける。しかし彼はきっと成し遂げるだろう。君が信じて導いてくれたおかげだ。未だ希望を失わぬ異教の住人に願い導きを得ること、それこそが我が王の魔法の真の姿。君は求めに応え希望を、すなわち幻想の力を
見事示した。なんと恐れ知らずで、軽やかで、心躍る導きだったろう。ありがとう。この感じ、久しぶりだな。ああ、頬に当たる風が懐かしい。柄にもなく詩人だな。ん？うん。てか、ひどくない？置いていこうとするなんて。まあ、テイマ法ですぐ戻れるでしょってついてきた私たちも、大きなことは言えませんが。つうかよ、この子に新しい景色を見せてやりたかったしな。皮肉だな。王爵の消滅でマグラが整い、砂地に緑が戻るとは。でも、こっちの方が断然好き。行こう。陶器異教の人よ、君にとってこの旅はきっと幻に過ぎぬものだが、どうかこの幻の旅の記憶が君の現実においても輝ける希望とならんことを。幻想が君の力とならんことを心より願っている。見ろよ、残骸が今や観光名所だ。未知の景色に変わっていくな。見に行きましょう。どこまでも。新たな旅立ちか。太古、人は栄華を極めながらも滅んだ。私はそれを知り、目指す理想を書に表した。幻想の物語。それを信じた彼らによって王国は息を吹き返した。未知なるものを信じる力こそが全てを変えていく。この先もあらゆる困難が待ち受けるでしょう。でも精一杯歩みなさい。恐れず未知なる世界へと。何も心配しなくていい。ここを現実だと認めさえすればみんな助かるのさ。あの世界はもう変われない。転機となるはずだった王の魔法も全て無駄に終わった。結局民衆が選ぼうとしているのは変化じゃね。増していく自分の不安を押し付けていられる相手、ただそれだけだ。ルイが終わらせようと考えたのも無理はない。そんな哀れな世界が現実でいいはずがないだろう。分かったよ。確かにその通りだ。そんな、目を覚ましてよ。そうだろう。所詮幻想と現実は別のもの。幻想の物語など現実の前には何の力も持たぬ絵空のと。それでいい。その選択を一体誰が咎められよう。では行こう。塔に腐り落ちた世界に固執しなくていい。あらゆるものに
いつかは終わりが来るものなのだから。